はい、引き続き、トップスのミュージアムコレクションのハットトリック版の、ケースブレイクになります。4回目ですね。はい、参加者こちらの方々です。いつもありがとうございます。で、各ね、ボックスの1番空箱もお送りいたします。で、空箱いらない方は店長に BGB の番号とハンドルネームで、メールしていただければ、はい、箱をね、いるかいらないか、まあ、いらない方はメールいただければということになります。じゃあサークル2つ打って足した合計ランダマイズです。いきます。はい。お、37、77ってきてるよね。はい。5と2で7回。ね。リフレッシュしますね。はい。7回ですね。1、2、3、4、5、6。で、7回目。よいしょ。はい。トップバッターウェルトンさん、ボトムがダイさん、よいしょ、こんにちはっすちょっともう結構ヒー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 言ってます。よいしょ。野球でいうとだからデフィニティブみたいな位置づけになってるのかな。まあサッカーだからハットトリックで3つなぎになってるような感じなんでしょうけどね。はい、これはこうだな。じゃあね、こうへこみがあるんで、よいしょ、こうだね。うん、合ってるね。はいね、よいしょ。じゃあまあ一応ちゃんと書きますんで、はいね、OK ね。はい、よいしょ、よいしょ。はい、数字ね、書きましたね。1234。はい、で1番以外はちょっと避けます。よいしょ。はい、じゃあボックス1ですね。はい、ウェルトンさん、コウさん、アラタさん、今1時45分か。そうですね、4時ぐらいまでに全部終わるかな。終われば、はい、ウェルトンさんいきます。発送も多少できるかな。はい、ん、パットコフさん、ルーキーだ。はい、ブラックの音ですね。ラトコフ、はい、ペトラ、ペトル、ラトコフさん10シリ来ましたね。ルーキーオートで、この下がトランブルさん、ザルツブルグなんだ。フォワード、あー来るね、うん、独特の世界観持ってそうね。はい、で、199ですね。うん、ちゃんとグリーンが入ってていいですね。で、カマビンガさん75。これもやっぱりね、なんかちょっと模様というかなってますね。で、デコイ、はい、よいしょ。ああ、ありがとうございます。はい、ラトコさんです
ですね。10シリノート来ました。それとセルティックスのトランブルさんとカマビンガさんですね。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい。BGB57-1-1。で、コウさん。コールド、うん、よいしょ。はい。あ、マケレレさん、はい。あれ、なんで見たっけ、前、入ってたよね、ちょこっとね。マケレレさん。50ですね。で、ブラントさんですね。これが199。やっぱこの位置のサインが結構パラレルオート弾けるなぁ、といったとこですかね、やっぱり。こんなにパラレルオートばっかり弾けない。あ、前田さんパッチ。はい。25シリ来ました。これどこの部分？アディダス。どうだろう。ちょっと違うよね。幅がね。はい。前田さんのパッチ来ました。やっぱ25からで、選手によってですね。三つ窓はちょっとまだわかんないですけど。シングルジャージに関しては25からまあパッチが入ってるかなっていうところですね。はい。マケレレさん。やっぱベリンガム人気あんだね。あ、2番。よいしょ。はい。で、3つ目。レジェンドっぽい。よいしょ。ああ、ストイチコウさん。75ですね。よいしょ。はい。この辺新キャラで入ってんのかね。カルルさんですね。はい。インザーギさんは結構ね、前から、うん、入ってましたもんね、結構ね。アセンシオさん。はい、ストイチコースさん、レジェンドだよね。はい、4ケース目の、はい、1箱目ですね。うん、やっぱり通常の音がパラレルばっかりですよね。それは確かですね。まあ299もあるけど、ルーキーインサートのオートは関係なくこう299とか来ちゃうけど、あ、2ですね。はい。それ以外はなんか通常のオートはパラレルオート弾けてる感はやっぱありますね。よいしょ。はい、2箱目ですね。モットーさん。あ、ルーキーの見えちゃった。でもゴールドですね。はい、50シリです。セルティックスの選手。はい、チアゴール、うん。50。あ、バルデさんですね。はい。これもちょっとなんか2色になってますね。これ299。で、レリックは横横さんですね。はい、150。うん、
はい、こんな感じです。結構ね、彼もかっこいいんだね、ミッドフィルダー。ああ、はい、2-1で、2-2デュークさんですね。はい、こうですね、はい、あれオンカード？イニエスタ？あ、何これ？はい。オンカードだ。いや、こんなのあったの？マークス・オブ・エクセレンス。おー。あったの？こんなのあったんだ。下は、アセンショ、99。へえ、ちゃんと今年のこれブランド前に書いてもらって入れてねえとか。あ、じゃないんだ。おお。おお。インサートオートだ。初めて出ましたね。絵のやつもさっきペドリ出て、それ一回きりですからね。うん。はい、オンカードきました。で、アセンシオ、99。で、ハーランド、150ですね。はい。イニエスタさん、オンカードいいっすね。よいしょ。はい、この感じです。イニエスタ選手をハーランドさん。うん。メンツ素晴らしい。で、三つ目。葵さん。ルーキーですね。はい。フェルミン・ロペスさん。75のサファイア。やっぱりパラレル系が来やすいな。お、アデユミさんだ。50シリですね。はい、75。50だからちょっと分厚いんだよね、これね。ほら。ね、50、99からは結構ペランペランなんですけど。ペラなんですけど。よくよくさん今日いっぱい見るな。ああ、何人かいるんだ。なんだっけ。紙の UCC にもあったのね。オンカードね。何人か。それの一環で入ってるのかな、こう。通年通してね、今年。ベリンガムもあるんですね、うん、はい、ルーキーオート75、アデエミさん50、ヨコヨコさん299ですね。よいしょ。はい、これが4ケース目の2箱目ですね。イニエスタさんのインサート来ましたね。はい。うん。オンカード。ありがとうございます。で、3。3です。はい。よいしょ。3。アット T さん。M28 さん。NW さん。あげてるだけ。まあ入ってないから大丈夫。ワンパック多く入ってるってほとんどないだろうな。手で入れてるでしょうから、これパックね。はい、じゃあ3-1アット T さん。よいしょ。お、10だ。
おお、ライス初めてだ。はい。ライスさん10シリ来ました、ブラック。やっぱパラレルで出やすいですね、ここのところで。かなり。おお、三浦さん、50ですね。はい。10と50です、オートレリック。で、レリックは、ホイルンド。うん。横横くんとホイルンドさん、いっぱい出んの。ハットトリック用な。三浦さん初ですね。ライスさんも初なんで、サインのお二人初出現ですね。しかもまあ10シリ。はい、こんな感じです。10シリ50ミューラーさん。ね。はい。よし。で、3の2ですね。で、3の2、M さん。M28 さん。うん、やっぱ色ついてんな。みんな。はい。ミンテさん。はい。ヤンクバミンテさん。75ですね。はい。初めて見ましたね。で、エミリーさんですね。PSG99 シリ。ファーストナンバーですね。よいしょ。ルーキーオートとエミリーさん。で、ルークショーさんの50ですね。どうなんですかね。なんか、ちょっとなんか、ほつれみたいな感じのところがあるけど。はい、こうですね。うん。はい。ね、エミリーさんもかなり頑張ってるって聞きますんで。はい、3の2。で、3の3。NW さんですね。よいしょ。うん、よいしょ。はい。シーバーさんですね。99のパープル、うん。出やすいレジェンドのところもちょっとね、トリピアさん2回目ぐらいオートジャージ。はい。で、299ですね。オートレリックのところは、あまりこう、ハットトリックだからっていう優遇感はあまり感じないですね、シリアルの出方。通常オートのね、一番上のやつが199とか、全然見ないですね。まあ199だとやっぱりね、いない選手も多いでしょうから、全員いるわけではない。ね、はい、こうなりました。うん、この箱もみんな10シリ75、99ですから、やっぱ一番上のオートはパラレルを引けているところですね。はい、これで3箱終わりました。うまくやれば、まあ、同じぐらいか、さっきとお時間。ね。はい、ありがとうございます。で、4つ目。はい。ですね。はい。4つ目、ゆうたさんと、みやこれさんと、だいさん。
じゃあ、4の1、ゆうたさん。お、前田さん？おー、前田さん。いるんですね。99知りきました。うん、大前さん。前田さん。で、レイナですね。これ25シリーですね。これもなんか、ジャージじゃなさそうな部品っぽいですけどね。シューズ？はい。うん。前田さん、レイナさん25シリー。ね。プレイヤーウォーンメモラビリアだから、何とかは書いてないんでしょうね。うん。背番号の中なのかな？ひょっとしたら。ちょっとゴム、ね。生地っぽいような。はい。アデエミさん。感じですね。ああ、もう、2分。2分というか、まあ、受注が店長に届いたのが2分だったので、もう正味その皆さんご注文して決済する時間って多分40秒ぐらいしかなかったんじゃないかなと思います。 1分もないと思います。まあ2分ってね、店長のところに届いた発注のね時間が2分かかりましたけど、まあ決済してピローンってなるまでまあね5秒とか数秒とかかかるから、であとにもう入力してる時間が、まあ40秒ぐらいじゃな、だったんじゃないかなっていう気がします。1分ぐらい以内には注文確定させないと。ね。でもハンドルネーム記載して、で、みんな電子決済に、オフライン決済ね、どうしても注文早くできちゃうから、もう完全にグループブレイクは、電子決済のみにしたので、まあ一応スピード勝負ですけど、平等っていうことで、はい。ご理解いただけるとありがたいです。はい。お、また10だ。レオさん。ですね。ミヤコレさん10シリルーキーオートです。で、はい、こんな感じです。はい、ロマニオリさん150ですね。10シリと150のオートレリック。で、トリッピアさん。これ299ですね。で、デコイ。はい。まあ、多分、需要的には、アクセス解析してみると、多分、15ケースから20ケースぐらいは、分ぐらいは多分1時間あれば受注できたんじゃないかなと思います。はい、うん、はい、10シリノート来ましたね。ルーキーノート、レオさん、フォワード、フォワードが、うんうん、これからっすね。うん、怪我しないで順調にこうね選手続けてほしいですね。若いと無理しちゃうから。はい。で、ラスト。第3。あ、これはセルティックの選手。あ、ラーションさんはレジェンドだよね。はい。で、出てないなと思ったらこれですかね、多分。最後に来たのかな。ね。99シリーパープル。初めてですね、ラーションさん。で、一気にいっちゃいますよ。せーの。よいしょ。おー、ガルナチョス。おー、ここ、ね。下がボールで上がレリックっぽいですけど、上もやや2色なってますね。どっかのこう白い文字のところ絡んでたのかな。はい。10シリだ。ああ、10シリだから上もパッチになってるのかもしれない。うん。うん、これいいっすよね。スターボールとプレイヤーのパッチが入ってる。お、ヤマル。はい、2色。うん。山切りカット。75シリ。はい。ハットトリックのね、カードが出てなかったんです。最後に来ました。まあ、合計12パックですから、まあ、初めにね、全然来る場合もあるし、最後もあるし。
よいしょ。はい、こんな感じですね。ガルナチョさん、レジェンドのラーションさん、でヤマルさんのルーキージャージですね。75、はい、99、10ですね。でやっぱりこのボックスも一番上のサインは99、99、10ですね。うん、やっぱりパラレルオートを弾けてるんじゃないかな。まあホビーがどういう出方するかちょっとわかりませんけど、ホビーが199地獄とか、まあよくスターウォーズとかでね、あるでしょ。そうなっちゃうと、小尻のところを弾きづらいもんね。うん。トップさんのブランドだと、まあ99以下弾かないとこの辺のメンツいないよね、とか、そういうのがあるんで。はい。まあハットトリック版デビューですからね、今回ね。まあ都庁がプロダクトマネージャーでも、まあ多少いい風にするでしょうっていう。でしょ、はい、感じだと思いますけど、はい、じゃあ、ハットトリックの4回目これで終わります。今何分、26分、やっぱそれぐらいかあ、デザインは今年のがね、いいですね。うん、やっぱ縦型のオートジャージってやっぱ結構いいですね。うん、あの他社さん横型ばっかでしょ、結構やっぱオートレリックは店長は縦型の世代だったんで、うん、ね、はい、じゃあ4回もこれで終わります。ありがとうございました。